だけの願いがこの空に生まれ落ちて消えていったのだろう。彗星が過ぎた夜の帳、見えなくなった星を探してる。悲しみや苦しみを忘れられたら幸せだったとしてのこと。アムロ、行きます。宇宙世紀00791月、ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわあ！そこだ！
小隊長、小隊長応答して。こちらギャザーロード隊、リサ。バイタル意識消失。小隊長、作戦前なのよ。小隊長、ユノ特務総長、緊急回線を。分かったわ、ハロ、回線つないで。了解了解。ルル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 ハロー小隊長、ハロー小隊長。そうだ、俺だ、ハロだ。先に聞いておきたい、名前を登録しろ。登録完了。階級は少尉、地球連邦軍所属、特務小隊、独立混成機械化技術支援小隊、通称ギャザーロード隊の小隊長。なるほど、今回選ばれたのは君か。バイバイ小隊長、時が来ればまた会おう。 G の空で。バイタル回復。小隊長大丈夫？オデッサ作戦は始まってるんだぞ。しっかりしてください小隊長。すぐに機体を再起動して。小隊長、出撃よ。調子に乗らない、あなた待ちだったの。オデッサ、オデッサの激闘、鉄の嵐、鉄の嵐。ジオン軍の陸上戦艦ダベデ級陸戦艇、戻されたように感じる時間、戦場を取り巻く違和感。このオデッサ戦線で自分たちの運命を。リナ、歴史を変える何かが起きたことをギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。各機のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して。ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。ブーストゲージの残量には気をつけて。この先曲がり角になってるわ、警戒して。カメラ回せ、カメラ回せ。どこに敵がいるかわからないですからね。敵機接近。行ったそばから NS06 サーク戦闘開始よ。ディスプレイアシスト起動。この線が敵の狙い。今はあなたよ小隊長。ロックオン、敵をロックオン。敵を狙いやすくなるわ。ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除するわ。特殊格闘やってみろ。特殊格闘撃破。すごい小隊長。まだ来る。小隊長打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。
ザ！うわあ！落ちる！この早くも2機目のザクを撃破！やるじゃない！敵機複数増援！先手必勝！先手必勝！そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。小隊長、チャンスよ！ザ！投げ切り！お見事！投げ切り！2号機、3号機の援護に回って、小隊長！テリア！ザ！くそやるな！ザ！落ちる！飛ばしすぎたか！敵モビルスーツの全滅を確認！さあ、どんどん進んで！人使いが荒い。小隊長も大変だな。幼馴染だっけか。戦場なんだから手心は加え。あ、ロックオン対象は切り替えられるわ。ビームスプレーガンのセーフティーを解除。崖の敵を片付けて。ジャンプしながら撃つと当てやすいからね。増援か。サブ兵装を使います。3号機突っ込みすぎないで。小隊長、援護を。兵装集中、兵装集中。サブ兵装はリロードに時間がかかるからね。目的地マーカー更新。いよいよね。先行しすぎたか。友軍の姿がまるで。前方ジオンの陸上戦艦ダムだよ。敵が多い。ガードを使って機体を守って、援軍が来るまで持たせないと。あれ、友軍機の反応がない。まさか全滅。小隊長、撤退を。囲まれてる。無理、撤退無理。こりゃ覚悟を決めるしかねえか。みんなリペアキットで応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。まだ動く。上からもバンバン撃ってくる。ロックオン、射撃しろ。ロックオン。打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部、応答してください。こちら独立構成機械化技術支援小隊、ギャザーロード隊。おかしい、このオデッサには連邦軍は私たちしか存在していない。足を止める。近く、テリア！敵艦、ダムで撃破！え？新たな敵へ？なんだ、冗談だろ！大量、大量！どこにこんな戦力が？敵機、撤退を！小隊長、危ない！緊急ブレイクアウト処理、実行！宇宙世紀 0079、オデッサ作戦のブレイクミッション放棄！誰？一体何が？それは後で。ブレイクアウト。発見。イレギュラーデータ発見。エラーデータ隔離完了。ブレイクミッション放棄。申請了承。申請了承。SACRA/1351420 ジェネレーションシステムスタンバイ。プログラムテオス作成処理実行中。ガンダム、ガンダム、ガンダム、ガンダム。緊急ブレイクアウトの負荷で、
データが不安定になってる。何を言ってるのかわからないんだけど。それに2号機と3号機はどこ。待った、ミノ姉さん、それどころじゃないんだよ。今この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんが行方不明のままなんだよ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長を突き通します。アムロ総長は奴のことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。今のブライトノア注意、私たちホワイトベース隊なの。キャッ。今度はジオン軍の通信応募時。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ラル隊。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか、木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ラル隊って、ランバラル隊、どうやって防止したの。それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースへ。小隊長さん、どんどん進んで。ラル隊はオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。そこだ、当てる。やっ、やっ。まだなのか。いけ、落ちる。これはどうだ。強襲揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユノ、遅いぞ。何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。くそー、木馬を落とす、浮かれないよ、お前たち。ザクとは違うんだよ。え、別のモビルスーツに変わった。はあ、邪魔だ。高くだ。ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、デッキに表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか、邪魔するやつは全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです艦長、ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの。ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。俺が必ず戻るよ。あの木馬みたいな船を潰して、それから。物騒な予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの。歴史が完全に壊れる。ミノ姉さんたちにいろいろ説明する暇も場所もなくなっちゃう。ごちゃごちゃうるさいな、俺には分かんないよ。私もよ。でも確実なのは今の状況は間違ってるってこと。腹はくくれたねミノ姉さん。
バルバトスをこの歴史からリムーブするよ。小隊長ファイト頑張って。勝ったらご飯大盛りよ。ああ腹減った。おかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。小隊長さん一斉攻撃を。この病気だ、直撃させる。邪魔、体勢を回復する。くらえ、落ちろ。どうしたバルバトス。俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊員のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル隊やザクはどうなったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。待って、他の隊員たちは。小隊長、彼らの姿を見た。そうよね、通信もつながらなかったし。他の隊員さんたちはオデッサで解放されたんだってば。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんと犬姉さん、あとはハロ君だけだからね。ハローユノ、ハローユノ。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの。残念、ここはイリオンステーブル、この G ユニバースでの拠点になる基地なんだよね。何もかも聞いたことないし、そもそもあなたは何をどこまで知ってるの。落ち着けユノ、脳波レベル乱れてる。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ1年戦争にアクセスしてみよっか。ジオンとの戦争と私たちのこと、それだけじゃない、その先の未来のことまで知っているような口ぶりは何なの。未来とはちょっと違うよ。さっきの戦いのこと覚えてない。あ、確かに未来じゃない。ランバラル大尉はオデッサ作戦の開始前に戦死しているはず。それに、言ってたよね、歴史っていうのは何を指しているのかしら。さすが小隊長さん、目の付けどころが鋭いね。いい加減種明かしをしなさいよ。あなたは誰、所属はどこ。私の所属は G ユニバースだね。コード名は SACRA/1351420。 なっかい、それが名前なの。じゃあ SACRA だから、サクラ、その後のスラッシュもくっつけてサクラスラッシュ、サクラって呼ばせてもらうからね。サクラ、サクラスラッシュ、ユノ姉さんがつけてくれた新しいコード名。これ勝手に名称変更していいのかな。最優先事項は円滑な人間関係なわけだけど。まあ大丈夫でしょう、特例ってことで自己判断。コード名、リネーム完了。ハローサクラ、ハローサクラ。サクラ、私たちはオデッサで作戦行動中なの。データベースだのブレイク現象だの悪い冗談に付き合ってる場合じゃないから。
これは冗談じゃなくて史実データからのシミュレーションなんだけどね。シミュレーション、意味不明、シミュレーション。まるでさっきの戦いが大規模な演習か演劇だったみたいな言い方じゃない。さすが冴えてるね、ユノ姉さん。だからこそ選出されたんだろうけど、腕利きのモビルスーツパイロット小隊長さんも一緒にね。選ばれた？史実からのシミュレーションってこの G ユニバースって一体何なの？コンピューターのデータ領域 G ユニバース、私たちの人格データが取り込まれた歴史の記録か。事実なんだよ。そしてトラブルが起きてる。仮想世界でのシミュレーションの結果が物理世界、現実の歴史に干渉するほどね。人格のデジタルデータか。こんなことが他でも起こってるってこと？記録によるとユノ姉さんたちで2回目かな。詳細データの閲覧申請は出してるんだけど、管理システムからの回答はないし、私はただのナビゲーターっていうか、ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれたばかりの教育型 AI なんだよね。その管理システムっていうのがバグを修正するためにあなたを用意してプログラマーの私を選んだ。小隊長さんもね。ブレイクインしたデータをリムーブするためには実力行使も必要になるから。バルバトス、ガンダムバルバトス。そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム。ああいう強烈なのと戦う力が必要ってことね。でも小隊長はともかく、こっちにあるのはデータ収集用にカスタムされたジムだけよ。あ、そのギャザーロード隊仕様のジムなんだけど、なんでかデータがクラッシュしちゃって。あ、でもご心配なく、通常の RGM79 ジムのデータにコンバートしておいたから。データが不安定とか言ってたけど、早速バグってるじゃないの。原因がわからないんだよね。どっかからハッキングでもかけられたかな。でもでも、二人さん、ご安心めされよ。戦力補填のために新しいモビルスーツのデータを用意したから。なんとジオン公国軍の傑作機 MS-06 ザク。待って待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダムバルバトスに勝てるわけ？ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビルスーツを撃破するパワーが出るんだから。小隊長、モビルスーツの格闘技というのを見せてやれ。小隊長。あ、いい機会だから、モビルスーツの兵装や性能強化について話そうかな。ハン、なるほど、今みたいに手持ちの戦力を強化していくわけね。 MS 解析率を上げれば新しいモビルスーツを開発することだってできるから。小隊長、確かめろ、強くなったモビルスーツ。お、ハロ先輩、いいこと言った。パラメーターの確認は忘れないようにね。これで機体の強化改造や
実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。それだけとは限らないよ。さっきの中央アジアソドンでの戦いだと、本来はランバラル隊のグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。だけどジオンの新型モビルスーツグフは途中でガンダムに入れ替わった。そう、本来宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム、ガンダムバルバトスにね。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。え、火星？あんなところでガンダム作れるわけ？ちょうどいいか。その説明もあるし、火星、ポストディザスターの歴史に行こう。木星船団に乗り込むよりは近いと思うけど、急にそんなところに行けって言われても。大丈夫だって、ルネさん。一度ブリッジに戻ってブレイク修正の説明をするよ。で、そのブレイクミッションっていうのがブレイク現象が起きてる歴史ってことなのね。イエス。ハロ君を操作すればミッションを閲覧、出撃するか選択できるよ。ブレイクミッションではフラグメントキー、歴史の断片データとでも言おうかな。それを手に入れて正しい歴史に戻していく。他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込む。それがブレイク修正か。さくら、私たちには自分の仕事があるの。戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ。他の人が巻き込まれるのもよ。だからブレイク現象の修正ってやつに付き合ってあげる。小隊長と一緒にね。それだけ正確なデータということかしら。とはいえチューンアップはしていかないとね。問題はそれをやって私たちはちゃんと戻れるんでしょうね。管理システムの方に確認中だから、ブレイク修正してるうちに通知が来るはずだよ。ミッション選択、ミッション選択、ハロを操作しろ、ユノ。私たちが知らないポストディザスターの時代。小隊長、モビルスーツの準備は抜かりなくね。そうだ、この歴史のモビルスーツなんだけど、どれもナノラミネートアーマーってエネルギーを拡散させる特殊な装甲をしてるんだよ。ビームが効きにくいってこと？じゃあパワーを乗せられる打撃系の質量兵器の方がいいのかしら。正解。ビーム兵器を持ってないザクでの出撃をおすすめするよ。あのとんでもないガンダムに対抗するのにこっちはザクか。心もとない話ね。ガンダム対ザクは伝統だからね。前向きに行ってみよう。小隊長さん、you
Gユニバースでの基本アクションのおさらいだよ。まず移動、まず移動。ステップ、ダッシュ、ジャンプはブーストゲージを消費するわ。時間で回復するからね。小隊長さんを含めた隊員が全滅するか、制限時間をオーバーするとミッション失敗。次、カメラ、カメラ操作。上下左右にカメラを操作して周囲を確認して、進行方向はもちろん崖の上なんかもすぐに見上げられるよう慣れておいてね。敵機から捕捉されるとヘイト線が表示されるよ。敵の攻撃目標になってるってこと。これが出たら気をつけなきゃダメよ。それじゃあ実際にアクションを試していこう。まずはロックオンね。カメラが捕捉した敵を自動的に追ってくれるわ。それじゃあロックオンしてみて。ロックオン成功。ロックオン。敵機を捕捉。メイン兵装で攻撃開始よ。そこ着弾を確認。ロックオンしての攻撃は基本だから確実に身につけてね。次は格闘攻撃だね。これも基本になる兵装だよ。いわゆる接近戦よ。小隊長、近づいて攻撃を。行け小隊長、切れ切れ。接近戦成功。射撃と対になる基本戦術よ。攻めすぎて敵に囲まれちゃったら回転攻撃で脱出したいところだね。回転、回って攻撃、当てろ。うん、いい回転。それじゃあ次は打ち上げ攻撃だね。敵機を空中に吹き飛ばして無防備になったとこに攻撃。空中コンボ、空中コンボ。反撃もされないからチャンスよ。ガツンと勝ち上げて。たまや。空中の敵機には攻撃し放題。いろいろ当ててみてね。そのいろいろにはサブ兵装1と2があるわ。モビルスーツごとに兵装の特性が違うからしっかり把握して使い分けてね。ぶっ放せサブ兵装、ぶっ放せ。かわす。ぶっぱ命中。サブ兵装の使用回数は時間で回復するからね。防御もやっておきましょう。ガードすることでダメージを減らせるわ。じゃあシールドで敵機の攻撃を受けてみよう。ナイスガード、ナイスガード。小隊長さんが戦闘不能になるとミッション失敗になっちゃうから修理は忘れずに。でもミッション中に使えるリペアキットの数は決まってるから無駄遣いは厳禁だよ。回復、直せ回復。リペアキットによる修理、うまくいったわ。当てる。基本アクションについてはこんなもんかな。小隊長さん、お疲れ様。ザ！デア！だけどありもののデータで組んだシミュレーション空間だよ。敵のデータを出すから攻撃をシールドで防いでみて。当たる寸前で防ぐとジャストガードだよ。
ダメージ完全カット。ガードゲージ減らない。小隊長、ジャストガードをやってみて。この程度この程度グッド、ジャストガード成功。ステップの方も行ってみよう。ステップで攻撃をギリギリで避ける。これぞジャストステップ。小隊長、当たる寸前にステップだからね。成功。当たらなければ棒ということない。じゃあ当たりどころが悪かった時の対処もやっとこか。小隊長、受け身でダウンしないようにして。敵を出すよ。バズーカをわざと食らって受け身して。ダウン回避成功よ。倒れずすぐに行動できるわ。防御関連はそんなところかな。それじゃあ戻ろう。今回は特殊な攻撃手段についてね。まずは背面攻撃。敵を後ろから攻撃するとダメージアップ。バックアタック、バックアタック。ターゲットを出すから回り込んで後ろから攻撃してね。強敵相手には特に重要ね。そう、敵のエース機は体勢を崩しにくいんだよ。バランサーゲージをゼロにしないと吹っ飛ばしたりできない。小隊長、ゲージ減らせ、早く。ゲージは時間で自動的に回復するから間を空けずに畳みかけてね。よろけさせたり吹き飛ばしたりできればエース相手にだって大技を決めるチャンスがあるわ。打ち上げ攻撃の後にタイミングよくジャンプすると動作をキャンセルして追撃できるよ。ステップやガードでもできるから状況に合わせて使ってみてね。打ち上げた敵を追撃するエリアル攻撃の練習もやっとこう。空中コンボ、ダメージボーナスあり。吹き飛んだ敵をジャンプで追いかけて攻撃を当てればいいのね。イエス、打ち上げ攻撃からだよ小隊長さん。つなぐと SPA スペシャルアタックのリキャスト時間が短くなるよ。機体ごとに違う、いわゆる必殺技ね。 SPA リキャストアイコン光ったら撃て。小隊長、 SPA を当てて。テリア、テリア。攻撃じゃなくて磁気を強化したりするものもあるから確認してね。特殊な攻撃方法はこれで大体マスターかな。
それじゃあ戻ろハロ君がミッションを検索してくれてるから次のブレイクミッションを選んでいこう。このブレイク修正を完了させれば私たちはオデッサ作戦に戻れるのよね。大丈夫だとは思うんだけど。 AI なんだからそこははっきりしなさいって。本当にわからないんだよね。管理システムにブレイク現象の拡大規模を確認中なんだけどまだ回答がなくて、この間に次のブレイクミッションの舞台ガンダムバルバタスが来た歴史について説明しておこうかな。自立型無人兵器モビルアーマーの暴走から始まった厄災戦が終結してから約300年後の地球圏 PD ポストディザスター300年代のお話。というわけで今回のミッションは鉄火団の一員として地球に降下することになるよ。火星の自治権を得るためにアーブラウの元代表まかない東吾之助さんを本会議場に連れていく任務だね。なるほど。元代表の再選に協力して火星独立運動にアーブラウの後ろ盾を得ようってことね。その本会議場の場所はエドモントンっていう土地だよ。治安維持を担うギャレルホルンは武装した鉄火団やまかないさんを町に入れたくない。裏で対抗馬とつながっているからなおさらね。私たちの宇宙世紀ではジオンの独立戦争、どの歴史でも戦いが起こる原因は似てるのね。その中心にはいつもガンダムがいる。これは偶然なの？私たちの位置は団長さんから通信つなぐよ。聞こえるか、ミカ。今から最後の攻撃に出る。うん、分かった。かなり危険な賭けになる。どうしたってそれなりの被害は避けられて、あいつらにそいつを押し付けなきゃならねえんだ。俺はもうオルガに賭けてるよ。最初のあの日から。俺だけじゃないよ、みんなだってそうだ。みんなオルガに賭けてる。だからオルガも賭けてみなよ、俺たちに。鉄火団のみんなに。鉄火団のみんなにか。すまねえ小隊長ユノ、お前たちも敵を引きつけてくれ。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。了解です団長。敵を減らしつつ支援に向かいます。俺も邪魔する奴らを潰してそっちに行く。オルガの道は俺が作るよ。ありがとなミカ、頼んだぜみんな。よし、ここは鉄火団として頑張ろうね小隊長。ちょっとまずいね。ブレイク現象の影響でミッションがおかしい。私たち以外の鉄火団員が確認できないんだよ。え、じゃあ前線にいるのは小隊長と三日月くんだけ？そうなるね。もう何が起こるかわからない。小隊長さん、エドモントンの町へ急ごう。ザ！ついっ、うわあ、キュッ、ザッ、ザッ、そこだ、そこ。
所を確認。これって DO のオズ仕様、アフターセロニー時代のモビルスーツ。聞いたことない名称ばっかり。ということはまさか別の歴史から。ここで全部終わらせる。ガンダム・バルバトス、間違いない。ホワイトベースを襲ってきた。お、ユノ、何？そうか、今は同じ団員なんだ。援護をよろしくね、三日月くん。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず全部潰す。三日月くん、ガンダム決まりさ。何それ、知らないけど。やっぱりブレイク現象が死ぬ。君とは違う道を選んだつもりだったのだが、今はこのエピオンを使わせてもらう。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。あれがガンダム・キマリスってやつ？違うよ、あれはガンダム・エピオン。アフターコロニーの歴史から来たガンダム。ここはニューポートシティではない。えい、こんな時に。しかも乗ってるのはヒーローユイ君じゃない。ライトニングカウント、6番目の男、ゼクスマークス2級特化だ。あのガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない。ただ鉄火弾でオルガの邪魔になるなら。そうか、エピオン、ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガは、アトラ、三日月くん、サクラ、ブレイク修正ってこれでいいの？残念ながらまだだよ。この修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロニーがどうとか。まさにそれだよ。小隊長さんもお疲れ様。とにかく一回イリオンステーブルに戻ろう。
フリーズ。了解だよ、ハロ君。DO にガンダムエピオンと来れば AC アフターコロニーの歴史だね。どうすればブレイク修正は完了するの？次々に別の歴史からデータが入ってくるんじゃ終わらないんじゃない？エドモントンでランバラル隊のグフと出会えれば話は早かったんだけど、以前ガンダムバルバトスと入れ替わったラル隊のモビルスーツが必要なのね。イエスだよ。怪しいのはやっぱりアフターコロニーの歴史。ハラ先輩、そういうことだよね。オペレーションメテオ、オペレーションメテオ。やっぱりそれだね。まずはこの作戦について知っておかないと。犬姉さん、ブレイクミッションを選択して。
容器が使えるようになったことだし、連携について説明しよう。容器には SPA を打つように指示できるんだよ。もちろん SPA リキャスターアイコンが光ってないと使えないからね。小隊長、容器の SPA 使用を指示して。やってくれ。任せときな。俺だって仕留めてやる。本気を出しゃ。決まった。いい仕事してますね。ここぞというタイミングで一斉攻撃できるわね。次は機体が大破した時、応急修理レストアについてだよ。体力少し回復、戦線復帰。小隊長さん、容器をダウンさせるからよろしく。はい、ポチッとな。くそ、俺だって力じゃ。俺だって。これまでなのか。容器レストアできたわね。少し時間がかかるから実戦では注意よ。さらに小隊長さんが戦闘不能になっちゃっても容器がいれば安心。容器にレストアしてもらうか、リペアキットを使う自己レストアね。じゃあ修理してみて。自爆スイッチオン。しくじったか。ミッション中に使えるリペアキットの数は決まってるから気をつけてね。これで容器については OK かな。それじゃあ戻ろう。小林、行きます。アフターコロニーの時代、今度は金星とかじゃないでしょうね。大丈夫、地球圏だから。時はアフターコロニー195年、地球圏統一連合がスペースコロニー軍と対立している時代。地球連邦政府とは違うけど、構図は宇宙世紀と似てるのね。まずはブレイク現象を調べるのが先決。舞台はアフターコロニー時代の地球、戦火のニューポートシティに向かうよ。戦闘の停止にはサンクキングダム代表のリリーナ・ピースクラフトさんが不可欠。場合によっては彼女を保護しないと。5機のガンダム、オペレーションメテオ、そして完全平和主義か。ここが首都ニューポートシティ。こんなところが戦場に。先に出ます。ガンタンク発進。よし、ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。こちらマグアナク隊3番隊、カトル様は戻られているの？カトル様だってまだ戻られていない。この時点でスタンドロックだって。ガンダムエピオンは？エピオン？何のことだ。それじゃルクレティアノイン得意は？通信が繋がらない。ここは我々だけでも。サクラ、どうなってるの？本来ここにいるべき人たちが軒並みいないんだよ。じゃあエドモントンの時と同じく小隊長と私たちが。そういうこと、まずは補わないと。小隊長さん、マグアナク隊の意地を見せてやって。
ランダムサンドロック、トーラス、エピオ。こっちは圧倒的に戦力が足りないけど、敵も主力の無人機、モビル動力がいないみたい。敵側も足りないの？なのに見覚えのあるザクとかがいるんだけど。一年戦争のジオン軍が違和感なく紛れ込んでるね。逆にチャンスかも。もしランバラル大尉のグフがここにブレイクインしてれば。そうか、ラル大尉も送り返すことができればミッションが相互に修正できる。小隊長さん、ザクを倒してグフを探そう。なればサンバ隊、左翼に回ってくれ。そこだ。あれってバルバトスと入れ替わったランバラル隊の軍にしては数が多くない？グフ自体は量産機だからおかしくはないけど、残念ながらラル隊員はないみたい。あれもない、あの人もいない。そんなのばっかりね。あ、それだよ。あ、またグフの増援。マグアナ夫妻、警戒してください。あれにもラル隊員は乗ってないけど、手はあるかも。小隊長さん、グフは残らず撃破して、そこからデータ追跡をかけてみる。パイロットじゃなくモビルスーツからってことね。そうと決まれば小隊長、派手にお願いね。青いモビルスーツ、グフを殲滅させて。直撃させる。首都防衛隊がこれほどとは。撤退だ、一時撤退せよ。小隊長さん、追わなくていいよ。サクラ、さっきのグフ軍団からデータ追跡はできた？もちろん。これでランバラル隊が。ユゴン、ブレイクアラート、ブレイクアラート。ハロ、どうしたの急に。アラートって、何これ。介入プログラムを検知。なるほど、あれが新たに選ばれた者たち。ガンダム・ラトレイヤー、ハーメス・マーキュリー、出る。さて、見せてもらおう。その力が、この G ユニバースに足るものかを。データベースにないよ、あんなの。それにあの顔は、ガンダム。小隊長、気をつけて。小隊長、パイロットはプログラマーではないのかね。君は何者なの？そのモビルスーツは？私のデータは与えられた。今回はパイロットとプログラマーをそれぞれ分けた。ということは、パイロットの腕は申し分ない。なるほど。アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれ分けた。何のこと？データベースを確認したけど、あのガンダムもパイロットも確認できない。もしくは、君では閲覧できないということ。さすがだな、小隊長君。やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おう、リトルレディ。待ちなさい。何者なの？ガンダムラトレイヤー、やっぱりデータにないんだよね。あのキザ男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、それを考えてる暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はぁ、ほんとどこまでも迷惑な。サクラ、ブレイクアウト急いで。作戦終了っと。帰還するぜ。
はあ、危なかった。ひどい壊れ方をしたミッションだったね。ブレイクミッションとはよく言ったものね。ほとんど歴史として成立してなかった。それに最後のガンダムは何だったの？ハーメス・マーキュリーって名乗ったけど、あなた知ってる？私が閲覧できるデータベースには載ってないんだよね。あのガンダム・ラトレイヤー、どの歴史にも存在してないんだよね。どこにも存在しないガンダムなのに、私たちのことは知ってるみたいだったけど、パイロットとプログラマーがどうとか。データベースを閲覧できるよう管理システムに申請したから、しばしお待ちよ。トゥルーミッション発生。トゥルーミッション発生。ハロ君、いいタイミング。量産型グフのデータの追跡に成功したみたいだね。これで消えたランバラル隊員のグフを元の歴史に登録し直せる。歴史への再登録って具体的にはどうするの？もう一度あの時のミッション、ソドンの町近郊でランバラル隊と戦うんだよ。ガンダム・バルバトスが現れたあの場所か。ちょっとしたタイムスリップって感じね。ただ間違った歴史を変えるんじゃなく、正しい歴史をなぞることが重要だよ。私たちで史実を成立させるってやつね。その上でデータを登録し直せば、晴れて歴史データの修復が終了するってわけ。それがトゥルーミッション。ユゴ頑張れ、小隊長頑張れ。やるわよ小隊長、私たちの歴史の修正だものね。じゃあ小隊長さん、トゥルーミッションを選択してみて。地球とコロニー、歴史が違っても戦争が起こることには変わりはないのね。宇宙世紀の地球連邦と違って、こっちの連合はもともとコロニー間紛争の調停役として作られた組織なんだけどね。さておき、30年前、非暴力非武装の完全平和主義を掲げ、コロニーの自治権を得るために活動した伝説の指導者がいたの。10年の努力の末、宇宙移民者だけでなく地球の人々からも支持を受け、地球連合とコロニー自治権の交渉までこぎつけたのね。すごい。独立戦争ではなく理念と主義でそこまで。だけど彼は暗殺されてしまう。宇宙移民者たちの自立を恐れた連合によってね。なんてこと。指導者ヒーロユイを失ったコロニー軍は混乱。連合はそれを鎮圧するため特殊部隊を送り込んで、宇宙移民者たちを武力で押さえつけた。宇宙にそんな憎しみを広げたら、結局はもっと大きな戦争が起こっちゃうじゃない。ヒーロー、ヒーローユイ、聞いた名前。そうよね、エドモントンでガンダムエピオンと戦ってた時、サクラその名前言ってなかった？そう、ヒーロユイ君、コードネームだけどね。指導者を失って20年、地球圏統一連合に対抗してきたコロニー地下組織の反抗作戦、オペレーションメテオで地球に降下した5機のガンダムのパイロットの一人。
完璧を目指して訓練された兵士だね。年齢は15歳。私より年下じゃない。アムロ総長と同じだなんて。じゃあ今回のブレイクミッションはヒーロ君に会いに行くってことで OK？ 会えればだけどね。怒ってるブレイク現象次第になるけど。出たとこ勝負か。ミッションの場所は？今回も地球だよ。北欧に位置するサンクキングダム。その首都ニューポートシティになるね。聞かない名前だけど、そこが戦場に？そう、指導者ヒーロユイの完全平和主義を受け継いだ王政国家が襲われてる。その主義が邪魔になった人たちによってね。地球圏統一連合ってことでいいのよね。それがちょっとややこしいことになってて、この頃の連合は内部の特務機関オズのクーデターでボロボロになってるんだよね。裏で糸を引くのが欧州の王侯貴族たち、いわゆる特権階級の人々が設立したロームフェラ財団。無人機モビルドールを開発して戦争を拡大したり、正直やりたい放題なんだよ。戦争権益が絡んでるってことか。そうなると状況はすごく複雑ね。いやいや、この後この歴史はもっと複雑に。とまあそれはおいおい話すとしようかな。地球の人口が100億を超え、空スペースコロニーへの移民が始まった時代、ユニバーサルセンチュリー。半世紀にわたる地球連邦政府のコロニー統治。空に住む人々の不平不満は緩やかに、しかし確実に移籍していった。そして全ての始まりの日、宇宙世紀 00791月、月の裏側、地球から最も離れたスペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に宣戦布告、独立戦争を起こしたのである。ジオン公国軍は宇宙艦隊と人型機動兵器モビルスーツを用いた戦闘を展開。宇宙移民者たちにとっての人工の大地スペースコロニーを地球に落とすというコロニー落としを実行してしまう。開戦からわずか1ヶ月余りで総人口の半数が死滅するという人類史上最悪の戦いがそこにあった。戦争はモビルスーツの投入で、開戦当初こそジオン公国軍優勢だったが、数に勝る地球連邦軍の巻き返しにより膠着状態に陥る。この間に地球連邦軍も V 作戦を中心にモビルスーツ開発運用計画を進め、同年9月、スペースコロニーサイド7において RX78 最初のガンダムが大地に立つ。さまざまな戦争の歴史において重要なピースとなるガンダムの初陣であった。それから2ヶ月余り、宇宙世紀 00791月、地球連邦軍はモビルスーツの生産体制を整えつつ、反攻の重要な一手として大規模な作戦を計画。ジオン公国軍に占領されたヨーロッパの特殊鉱物資源採掘基地オデッサの奪回を図るオデッサ作戦を開始する。両軍にとっての地上における最重要拠点、その戦いが熾烈を極めることは当然の断りだった。戦火の中、ある特務を帯びたモビルスーツ部隊が前線に歩を進めていた。独立混成機械化技術支援小隊、通称ギャザーロード隊。南米ジャブローで生産中のガンダム量産タイプ RGM79 ジムの稼働及び実戦データ収集を行うためである。指揮者であるホバートラックに乗り込むのは、技師として特別民間徴用された若き天才プログラマー、ユノアスタルト特務総長。彼女は小隊の戦闘データ解析作業を行いつつ、通信オペレーションをこなしていた。というのがデータベースにある一連戦争とギャザーロード隊についてかな。戦争の始まりから V 作戦だけじゃなくて私たちのことまで。姉さんはユノアスタルト特務総長17歳、飛び級で大学を卒業、その後プログラマーになって民間企業のエリシオンプログラミングに入社。教育型コンピューターとか当時の新技術であるミノフスキー通信の研究員をやってたんだよね。やがてジオン公国の独立戦争が始まって、特別に軍に徴用されて今に至るでしょ。詳しい、完璧、何者だ何者だ。
資料を見たとかそういうレベルじゃない。もしかして小隊長のことも？そりゃあもちのろん。小隊長さんは地球連邦軍の少尉さんだよね。どんな機体でもすぐに順応できる優れたセンスと、その操縦技術を買われてモビルスーツのテストパイロットにいち早く採用されたと。そしてユノ姉さんの幼馴染だよね。ハロ、どうだハロ、知ってるか。ハロ君は SUN 社の市販ペットロボットだけど、ユノ姉さんが自作した教育型コンピューターが組み込まれてカリカリにチューンされてるね。すごい、パーフェクト、ハロカリカリ。私しか知らないようなことまで。あなた何者なの？簡単に言うと、ここは歴史の記録庫。さまざまな戦争のデータを保管するコンピューターのデータ領域なんだよ。じゃあ今の私たちはどうなってるの？この体もデータの集積体になってるってこと？おおむねイエスだよ。小隊長さんたちは現実の世界から人格だけがデータとして取り込まれたってわけ。もしかして小隊長が出撃前に気を失ってた時？ハロ、あなたが彼を起こしてくれたのよね。そうだったか小隊長。そんな気もする小隊長。その時に人格がデータ化されたなんて、そんな技術まるで量子論の世界じゃないの。まさにその世界って言ったら信じる？私だって疑似人格 AI だしね。え？前に自分の名前をコード名って言ってたのはもしかして？私はこの G ユニバースで構築された教育型 AI、 プログラムコード SACRA/1351420 なんだよね。さくら AI、 さくら仲間。そんなありえないわ。ここまで精巧な疑似人格を作れる技術が宇宙世紀にあるはずが。例えばさっき見たガンダムバルバトスだけど、動力はエイハブリアクター。半永久的にエネルギー生成が可能な相定位変換炉なんだよ。はあ、人格のデータ化に相定位炉といい、そんな技術宇宙世紀じゃ実現できてないんだけど。だから宇宙世紀じゃないんだってば。そういう技術がわんさと存在する歴史もあるわけ。その歴史の果てに G ユニバースのようなデータ世界が存在するってこと？さすが犬姉さん、敏腕プログラマー。小隊長さんも理解してる？冷静ね小隊長。確かにここまでいろいろ聞かされたけど、そもそもの理由がわからないのよね。全ての問題の根源も解決の糸口も記録のシミュレーションデータが破損するブレイク現象にあるってこと。バグ発生、プログラマー修正しろ。ユノ、バグだバグだ。もうバグだなんてハロったら。その単語はね、私たちプログラマーに対して軽々と言ってはいけない禁じられた言葉なのよ。次の瞬間に踏み潰されてもあなたに文句を言う権利は一切存在しないの。怖い。まあまあ、 G ユニバースには自動修正機能があるし、再シミュレーションでデータを構築し直したりはできるんだけど。自動修正機能？そんな夢の超絶システムがありながら、なんでこんなことが起きてるわけ？落ち着いて犬姉さん。それを超えることが起こってるってこと、この歴史の記録庫でね。ブレイク現象の修正に必要なのは、元々の歴史に存在しない異物を排除して正しい記録を登録し直すこと。あの時ガンダムバルバトスは消えちゃったけど、あれがブレイク修正？惜しい。問題はあの機体がどこから来たか。それがバルバトスがいなくなった歴史だったとしたら。あ、そうか、2つの歴史を相互に修正しないといけないってことね。その通り。修正されてブレイクアウトしたデータはどの歴史に戻ったか追跡はかけてるわけ。
つまりどこから来たのかわかる。ハロ君賢い。賢いついでにハロ君にも協力してもらおうかな。ん？その子はただの市販のペットロボットよ。教育型コンピューターのテスト用にちょっとだけバリバリにカスタマイズしてるけど、それは好都合。スペック的には十分だよ。あとはブレイクミッションの選び方だけど、ハラ先輩いいかな。さくら、なんだ。さくら、ミッションモニターディスプレイインストール。ちょっと勝手に何をインストールしてるの。やめなさい、いろいろ入ってるんだから。インストール完了、インストール完了。モニタープログラム起動準備 OK。 これでブレイクミッションを選べるね。慣れない G ユニバースの機能を使うより、ゆる姉さんも馴染みのある端末の方がいいでしょ。プログラマーの端末を勝手にいじるとか気が利いてるようで、それ重罪だから。まあまあ、とにかくハロ君を使ってブレイクミッションを見てみてよ。どんなだ、ポストディザスター、どんな歴史だ。モビルアーマーってアッザムとかアプサラス、無人機、薬剤船って、ユヌ姉さんたちの宇宙世紀。ユニバーサルセンチュリーとは異なる歴史だから、いろいろと違いがあるんだよ。まずは順番に。さて、この歴史の地球圏は4つの経済圏に分かれていて、それを治安維持組織ギャラルホルンが監視するという統治形態なのね。すでに一つの戦争が終わった後の歴史だったわよね。4つの経済圏っていうのは、ストラテジックアライアンスユニオン、略して SAU、 それからアフリカンユニオン、オセアニア連邦と来て、最後にアーブラウ。今回私たちはここに協力する民間警備会社鉄火団として出撃することになるね。鉄火団、なんか物々しいチーム名だけど、そこに火星のガンダムが関係するの？この歴史では火星のテラフォーミングが成功して農業プラントやハーフメタル採掘場があるからね。宇宙世紀との技術力の違いにクラクラするわね。本題はここから。火星にはアーブラウの植民地クリセ独立自治区があって、火星独立運動中、その運動の中心人物、自治区代表の娘さん、クーデリア・アイナ・バーンスタインさんを地球まで護衛する任務を引き受けたのが鉄火団の前身 CGS、 民間警備会社クリセ・ガード・セキュリティ。そこにガンダム・バルバトスが？ガンダム・フレームだったわよね。イエス。 CGS はギャラルホルンの妨害によってクーデリアさんを裏切ったんだけど、子供たちが会社を乗っ取り、彼女の護衛を続けることにしたんだよ。その時から組織名は鉄火団に改名。団長はオルガ・イツカ。決して散らない鉄の花、それが鉄火団。かっこいいじゃないの。うん、行こう。俺たちみんなで。こちらはマグアナク隊3番隊、カトル様は戻られているの？カトル様だってまだ戻られていない。この時点でサンドロックがいない。ガンダムエピオンは？エピオン、何のことだ。それじゃ
ルクレツィアノイン特異は通信が繋がらない。ここは我々だけでも。サクラ、どうなってるの？本来ここにいるべき人たちが軒並みいないんだよ。じゃあエドモントンの時と同じく小隊長と私たちが。そういうこと。まずは補わないと。小隊長さん、マグアナ主体の意地を見せてやって。ガンダムサンドロック、トーラス、エピオン、こっちは圧倒的に戦力が足りないけど、敵も主力の無人機、モビルドーレがいないみたい。敵側も足りないの？なのに見覚えのあるザクとかがいるんだけど。一年戦争の気温軍が違和感なく切れ込んでるね。逆にチャンスとも。もしナンバラル大尉のブフがここにブレイクインしてれば。そうか、ラル大尉も送り返すことができればミッションが相互に修正できる。小隊長さん、ザクを倒してブフを探そう。あれってバルバトスと入れ替わったランバラル隊のグフにしては数が多くない？グフ自体は量産機だからおかしくはないけど、残念ながらラル隊はないみたい。あれもない、あの人もいない。そんなのばっかりね。お、それだよ犬姉さん、このブレイクミッションの違和感。人も物も、そしてガンダムも、この歴史を動かすファクターが全然存在してない。じゃあサンクキングダムの代表リリーナさんもいないんじゃないの？王国解体宣言はできないんじゃ、この戦闘を終わらせる方法がない。でやっ、ひるむなよ、マグアナ隊の誇りにかけて。くそ、このままでは戦線を支えきれない。落ちる。そこ。当たる。またグフの増援。マグアナク隊、警戒してください。あれにもラル隊は乗ってない。けど手はあるかも。小隊長さん、グフは残らず撃破して。そこからデータ追跡をかけてみる。パイロットじゃなくモビルスーツからってことね。さくら、さっきのグフ軍団からデータ追跡はできた？もちろん。これでランバラル隊が。ユノ、ブレイクアラート、ブレイクアラート。ハロ、どうしたの急に？アラートって、何これ、介入プログラムを検知。なるほど、あれが新たに。さて見せてもらおう、その力がこの G ユニバースに足るものかを。データベースにないよあんなの。それにあの顔はガンダム。小隊長気をつけて。小隊長、パイロットはプログラマーではないのかね。君は何者なの？そのモビルスーツは？私のデータは与えられていないか。SACRA/13、 今回はパイロットとプログラマーをそれぞれ分けたということか。パイロットの腕は申し分ない。なるほど、アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれ分けた。何のこと？データベースを確認したけど、あのガンダムもパイロットも確認できない。もしくは君では閲覧できないということだ。展開！行け！さすがだな、小隊長君。やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おう、リトルレディ。待ちなさい、何者なの？ガンダムラトレイヤ、やっぱりデータにないんだよね。あのキザ男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、それを考えてる暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入で
このミッションのデータが壊れ始めてる。はあ、ほんとどこまでも迷惑な。さくら、ブレイクアウト急いで。危ねえ危ねえ、備えあればってやつだな。でやっ、史実通りになるように歴史を追いかけるのがトゥルーミッションだよ。ブレイク現象が起きていなかったら、あの場にはアムロレイ総長がいたはずなのよね。そうそう、 RX78 最初のガンダムと一緒にね。ホワイトベース隊を脱走したアムロ総長さんはソドンの町でランバラル隊と接触するんだけど、総長さんを探しに出たフラウボーさんがラル隊に尾行されちゃうんだよ。それでホワイトベースは襲撃を受けちゃって。ちょっと待って、脱走？敵前逃亡って大丈夫なの？まあまあ、経緯はともかく行ってみよう。アムロレイ総長をホワイトベースに案内してランバラル隊のグフとの戦いに勝つ。それを成り立たせるのがトゥルーミッション。小隊長、頼りにしてるわよ。カエさん、先に出ます。ガンタンク、発進よし。ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。ホワイトベースを見つけたのか。フラウボーがつけられたんだ。あのグフってモビルスーツに出てこられたらガンキャノンもタンクもイチコロだ。本当にアムロ総長、連邦最強の若きエースパイロット。ユノさん、いきなりどうしたんです？あ、いえ、なんでもないです総長。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。前の追襲と同じ。ユノ特務総長、帰投します。艦長、アムロ総長をお連れしますね。フラウの報告通りと。分かった、船の直縁に回れ。フラウ号なんてよこしやがって。ブライトが自分で来りゃいいんだよ。艦長も余裕がないんですよ、アムロ総長。そんなこと分かってますよ。オールレンジ攻撃。回り込める別ルートがある。この前はなかったよね。小隊長、正面突破か回り込んで側面を突くか判断は任せるわ。くそ、ランバラル隊の通信を傍受。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ラル隊員。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を討ち取らねば我々の戦いの意味はない。
本当に過去が繰り返されてるんだ。繰り返しとは少し違うよ。シミュレーションをし直してるって感じかな。こいつが連邦の白いやつ、ガンダムか。我々の標的はあくまで木馬だ。モビルスーツごときにうろたえるな。来てくれたのか。急ごう、アムロ総長さん。何としてでも撃ち落とし。直撃、当たってくれ。そこだ。通信。ユノ、遅いぞ。何やってんの。お前には指揮者からの通信支援を任せる。了解です。ガンダムもそのまま戦列に復帰します。どんな理由があろうと独断専行は重罪だ。だが今は頼らざるを得ん。いいな、アムロ。役者は揃ったけど時間軸がずれてるかも。ホワイトベースが着底したままだ。本来なら取り付いたグフを背面飛行で振り落として上空へ退避してるはずなんだけど。背面飛行？艦内どうなっちゃうわけ？未来さん無茶するな。
落ちる。決めるとしようか。ガンダム。グフめ。史実を成立させるためにはここで勝たないと。聞いた通りよ、小隊長。ガンダムと一緒にグフを撃破して。アムロ総長さん、油断しないでね。グフにはジオンのエースが乗ってるから。ああ、あのグフは強い。そっけ。浮かすなら。そこだ。無駄だ。まだだ。させるか。こいつ正確な射撃だ。それ以外コンピューターには予想しやすい。サンクキングダムを戦闘したグフと動きが全然違う。搭載したコンピューターの違いなの。ほう、思い切りのいいパイロットだ。手強い。しかしすごいパワーだ。さすがベテランのノルグフ。相手を脅かして組ませるほどの威圧感。やるなガンダム。しかしこちらとて、まだまだ操縦系統が得られたわけではない。来た。このグフのパイロット、もしかしたら。ここだ、モニター回線をつなげるよ。モニターが勝手に。この少年は。やっぱり。お前は、さっきの暴虐か。僕らを、どうだ。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。負け惜しみよ。待て。ラル隊員の脱出を確認。彼自身のフラグメントキーも見つかったよ。あとはこのシミュレーションデータを再登録すればブレイク修正は完了。よかった。アムロ総長、お疲れ様でした。これで僕は。え、総長。僕はあの人に勝ちたい。こういう時は臆病なくらいがちょうどいいのよね。検索該当あり。トゥルーミッション検索該当あり。さっき回収したっていう新しいフラグメントキーがあるから。イエス姉さん。厄災戦の後失われたとされる技術、荒屋敷システムのデータをね。あ、ポストディザスターの歴史、ガンダムバルバトス関連ね。その通り。エドモントンのブレイク現象を修正する
重要なプログラムコードだよ。ただちょっとデータにエラーがあるみたい。大丈夫かなこれ。ハラ先輩ちょっと来て。なんだサクラ、なんだサクラ。荒屋敷のデータをインプットするよ。データリンク、パスコードは君の旗をあげろ。あにゃ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 、エラーエラーエラー。ちょっとハロ、さくら勝手にバグったデータを入力しないで。修正完了。変わったプログラムコードだったけど、ハロ大丈夫？さくらもう勘弁しろ。さくら他にもおかしなコードは直しといたけど。さくら勝手なことはしないでよね。やっぱり並のプログラマーじゃないね。だからこそ彼女は管理システムに選ばれた。さくら聞いてるの？次やったらお仕置き用のコンピューターウイルスを投与するからね。怖い。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。一時はどうなることかと思ったけど、これでエドモントンの街に行けそうね。この G ユニバースに関わる各種データのコード解析、時間を見つけてちゃんとやっておいた方が良さそうね。追加アクション、どれもスキルゲージを消費するのね。スキルゲージは攻撃を当てると溜まっていくよ。まずは補助効果が高いロールアクションから。モビルスーツのタイプごとに効果が違うのね。まずはオールラウンダー、インファイター、インファイター。最後はシューターね。小隊長さんのレベルが上がればロールアクションを強化するスキルなんかも覚えるからね。まずは使ってみて小隊長。ロールアクションの発動を確認。あとは実戦で試したいところね。さらに特殊な反撃行動も覚えよう。その名もチェインブレーカー。スキルゲージを消費して敵から攻撃を受けた時に弾き飛ばす。敵の連続攻撃や組みつかれた時に使えそうね。小隊長さん、攻撃を食らった直後にチェインブレーカーを使ってみて。途中で弾いた。ダメージを抑えるためには重要ね。では最後にチェインブレーカーを使おう。これを直接敵にヒットさせると、なんとブーストゲージが回復。攻撃継続、ダッシュステップ連続 OK。 攻撃回数を増やせるのがすごい。対空時間を延長したり戦闘機能の幅も広がるわ。小隊長、打ち上げからのエリアル攻撃中にチェインブレーカーを当てて攻撃し続けてみて。でやこれで
どうだ。お見事よ、小隊長。ずいぶん長いこと空中で行動できていたわ。チェインブレーカーはリバーサルで反撃に、ニュートラルで連続攻撃に使えるって覚えてね。さあ、あとは実戦で使ってみよう。戻るよ。そこだ。それではフリーチュートリアル始めるよ。小隊長さん、好きに動いてもらって OK。 燃料や弾薬を気にせず演習し放題ってのはこの世界ならではの贅沢ね。終わるときはメニューのチュートリアル終了、チュートリアル終了。ふっ、ゼリア、ゼリッ。当てる。ザキュッ、ゼリア。そこ、ゼリザザゼア。当たれ。うわ、ゼリザ。オールレンジ攻撃。ザッ、チン、ザッ。うわー、振り回しすぎか。テリア、いけ。ゼア、行け。こいつでどうだ。うわアクション、どれもスキルゲージを消費するのね。スキルゲージは攻撃を当てると溜まっていくよ。まずは補助効果が高いロールアクションから。モビルスーツのタイプごとに効果が違うのね。まずはオールラウンダー。いいファイター、いいファイター。最後はシューターね。小隊長さんのレベルが上がればロールアクションを強化するスキルなんかも覚えるからね。まずは使ってみて、小隊長。うわー、ロールアクションの発動を確認。あとは
実戦で試したいところね。さらに特殊な反撃行動も覚えよう。その名もチェインブレーカー。スキルゲージを消費して敵から攻撃を受けた時に弾き飛ばす。敵の連続攻撃や組みつかれた時に使えそうね。小隊長さん、攻撃を食らった直後にチェインブレーカーを使ってみて。ギュッチッザ、これでザ、これでどうだ。当たるものか。敵の攻撃を途中で弾いた。ダメージを抑えるためには重要ね。では最後にチェインブレーカーを使おう。これを直接敵にヒットさせると、なんとブーストゲージが回復。攻撃継続、ダッシュ、ステップ連続 OK。 攻撃回数を増やせるのもすごい。対空時間を延長したり戦闘機能の幅も広がるわ。招待長、打ち上げからのエリアル攻撃中にチェインブレーカーを当てて攻撃し続けてみて。ザーザザ、これならいける。ゼアーテリア、ティッザ。お見事よ小隊長、ずいぶん長いこと空中で行動できていたわ。チェインブレーカーはリバーサルで反撃に、ニュートラルで連続攻撃に使えるって覚えてね。さあ、あとは実戦で使ってみよう。戻るよ。ザザ、前にブレイク現象が起きてた時はアフターコロニー時代のモビルスーツがいたけど、他に違いはあるの？作戦開始の状況が少し違うかな。まかないさんをエドモントンの本会議場に連れていくのは同じなんだけど、それを阻止しようとするギャレルホルンの守備隊に奇襲をかけるとこからだね。敵の目を引きつけるために団員たちが奇襲をかけるのが事実なんだよ。私たちは前回と同じく鉄火団として三日月くんのガンダムバラバタスと秋広くんのガンダムグシオンリベイクと一緒に出撃するからね。え、急に秋広くんって出てきたけど誰？鉄火団団員の秋広アルトランドくん。筋肉ムキムキのマッチョガイだよ。同じ団員なんだからうまく合わせてよ、犬姉さん。プログラマーにそんな対人能力を要求しないでよ。カエさん、先に出ます。残さずかけるよ、俺の全部。これで最後だからな。ギャラルホルン側は浮き足立ってる。奇襲は成功。あとは団長さんたちがうまくやってくれれば。オルグなら大丈夫だよ、絶対にやり遂げる。こっから先は行かせねえ。私たちは三日月君と町へ向かいます。筋肉体で敵を抑え込んで。当然だろ、三日月こそ遅れるなよ。ああ、ここで全部終わらせる。
トゥルーミッションが成立してるのに足りないデータがあるな。でもシミュレーションには細かい差は出るものなんでしょ。ガンダムがいないとなると話は別だよ。ガンダム決まりストルーパー絶対に必要になるピースなんだけど。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。団長気をつけて。何が起こるかわからないみたいです。百も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。突っ込め突っ込め。団長が出れねえぞ。お前たちの思いは絶対に無駄にしねえ。あれ、ミッションデータの異常。団長さん気をつけて。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。オルガ、何が起きたの。小隊長三日月君、先を急ぎましょう。じゃあそこだ。うわー、でやーつじゃあうわー。邪魔する奴は全部敵だ。そこ当てる。そこだ。当てる。ふっ、いくぞ。こんなとこにまでモビルスーツを。何をしている。とっとと押し返せ。この橋ってブレイクミッションの時にアフターコロニー時代のモビルスーツが現れたのよね。静止ではモビルワーカーしかいないはずなんだよ。どうしてこれだけのモビルスーツが。いいよ、何でも全部潰せばいいだけだ。ヒマリスのデータが足りないことがブルーミッションに影響しているの。オルガ、アトラ、クーデリアもすぐに行く。まだまだ敵機がいるね。片付けないと団長さんたちが危ないよ。心配しなくても、オルガは一度やるって言った仕事は出てこなければよかったのに。
しさでモビルスーツなの？これが一気に秋広くんたちを突破した。そう、あれが人とモビルスーツの一体化を果たしてくれるクレイズアイン。一体化、別にいいか。邪魔する奴は潰せばいい。そうでしょ、オルガ。そうだよな。お前が俺たちをこんなところで終わらせてくれるはずがねえ。なあミカ、行くぞバルバドス。国を手にかけた罪深き子供め。誰ぞ。貴様、この動き普通じゃない。ちょっとじっとしてろ。なんてことだ。君たちの罪は止まらない。加速する。俺たちは議事堂へ向かう。そっちは任せたぞ。ああ任されたつ。おいバルバドス、いいからよこせ。お前の全部。まだだバルバドス。死んであがれ。何け。まだだ、もっと、もっと、もっとよこせバルバドス。ガンダムバルバドスが。ちょっとサクラ、三日月くんは大丈夫だよ。大丈夫だよ。これが彼が選んでいく道だから。え、サクラ、回線つなげるか。団長さん、レーザー通信用ドローンの配備完了。鉄火団のみんなに連絡できるよ。お前ら聞こえるか。まかないとクーデリアは議事堂へ送り届けた。俺たちの仕事は成功したんだ。だからこっから先は死ぬな。この化け物が。お前にだけは言われたくないよ。クランクにボードウィントコムさんさ、私は私の正し。そのガイリオ・ボードウィン・トクミ三佐とヒマリスは結局現れなかった。オルガが止まらない限り俺も止まらない。これまでもこれからも。やったの？これでトゥルーミッション完了よね。ヒマリスのことは気になるけどエラーは出てない。ブレイクアウトするよ。作戦終了っと。帰還するぜ。俺にだってこれくらいはな。不思議だな、戦いやすい気がする。バルバトスのパワーアップ、あんなブースト機能があるなんて。ガンダムフレーム、恐るべき性能ね。そんな単純なものじゃないよ。あれは人間が簡単に使っていいものじゃない。え、どういうこと？何かあるの？ううん、なんでもない。さて、いよいよ最後だよ、イノ姉さん。アフターコロニーの時代、サンクキングダム防衛戦ね。オデッサに帰るための最後の修正。いや、このディレクトリのだよ。この、他にもあるわけ？はあ、思い出さないようにしてたのに。ユノ、見て見ぬふり、よくない。ユノ落ち着いて聞いて、イノ姉さん。 G ユニバースは階層構造になってるんだよね。ここは一番浅い層なわけ。管理システムのある階層に行かないとイノ姉さんたちを送り返すのは無理なんだよ。もう、じゃあさっさとその階層に。残念、ブレイク現象の影響で今は階層。
ディレクトリ間の移動ができないんだよね。先に言いなさいよ。他に隠してることはないでしょうね。ないない、私は AI だからね。人間みたいに嘘ついたりはできないし。まったく調子いいんだから。ハロ、早いところあれやって。ハロも嘘つかない。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。みんなは俺が守るよ。さあ、今度こそサンクキングダムを救うわよ。前回は謎のガンダムに邪魔されたけど。ユノ姉さん、今回のトゥルーミッションはサンクキングダムじゃないんだよ。え？だって
史実の修正をするんでしょ。首都ニューポートシティを守るんじゃ。今回の舞台はサンクキングダム山岳部の国境地帯。リリーナ代表さんが王国解体を宣言した後のお話。サンクキングダムを解体？私たちがブレイク修正をする前にどうして？もしかしてミッションがバグったの？いやいや、史実通りだよ。ブレイク現象の規模によっては時間軸が前後することもあるってこと。前回のニューポートシティ戦の先の歴史、その山岳地帯で私たちがやるべきことは？孤軍奮闘するガンダムエピオンの援護だよ。乗っているのはヒーロユイ君。機体システムの影響でかなり無理してるから心配なんだよね。その彼をウィングガンダムゼロに引き合わせること。ゼロのパイロットは以前はエピオンに乗っていたゼクス・マーキス二級特佐さん。ウィングでガンダムでゼロ、また新しいガンダムが出てきたけど。オペレーションメテオに投入された5機のガンダム、その全ての原型機がウィングガンダムゼロなんだよ。ゼロに乗るのは完全平和主義を唱えた指導者、ヒーロユイのコードネームを持つパイロット。すごい重要なモビルスーツなのね。重要も重要。ゼロシステム搭載機の出会いによってアフターコロニーの歴史は大きく動くんだから。ゼロシステム？敵は、俺の敵はどこだ？こいつらみんなやっちまえばいいんだろう。うん、プチプチ潰していけばそのうち終わる。お前たちは俺の敵か。戦略上優位消失、戦術レベル最大効果確認。これはシステムエピオン、いやゼロシステムの影響だね。確か操縦者の未来を見せるシステムって。戦闘状況下で発生するあらゆるデータを即時分散、膨大な予測値を取得して、それを直接パイロットにフィードバックするコックピットシステムの通称ってことだね。パイロットを極限状況にまで追い込んで、自らの死すら厭わない行動の結果得られる完璧な勝利を実現するための装置、それがゼロシステムだ。そこまでして戦争をしたいの？これを作った男は戦う敵の姿と自分自身の未来をパイロットに見せる機体だと言った。勝者と敗者に祝福を与えられるガンダムだと。それは神の概念そのものじゃなくて。俺は神など信じない。俺にあるのは支配と戦う意志だけだ。エピオン、俺に何を見せたい？この程度！射程内に入ってこられた。そこ！やるな！当てる！そこだ！ビルゴっていう黒い丸型がモビルドールよね。サンクキングダムにはいなかったけど、ドームフラ財団が開発した自動操縦システムの無人機だね。戦争をゲームにするただの人形だ。俺たちを止めることなどできない。キュッ、当てる。ダメだダメだダメだ、黙れエピオン。どうしたの？あ、ゼロシステムからのフィードバック。ものすごい精神力で耐えてるけど、やっぱりシステムの干渉が大きすぎる。このままじゃ最後まで持たないんじゃ。ゼクスが来るのか。どうしてそれを？エピオンが教えてくれた。ゼロシステムすごい。俺のことは気にするな、行くぞ。奴が来る。 G ユニバースに枠を超える性能、それが可能なのはやはりガンダム。
け。このまま引き下がったら貴族どものいい笑い者だぞ。しかし相手はガンダムです。財団はガンダムという名称を認めない。我が第4人モビルドール宮廷師団は名もないモビルスーツどもに全滅させられたことになるんだ。敵さんも意気込みが違うね。小隊長ヒーロー君、ここが踏ん張りどころ。分かっている。この先に奴は来る。戦術レベルクリア。継続して戦略レベルに行こう。ウィングゼロか。戦闘レベルターゲット確認。排除開始。ガンダム新型か。このウィングゼロに決戦を挑むつもりなのか。ゼクス、貴様がその機体を選んだのはミスだ。ウィングガンダムゼロとガンダムエピオン。この戦いがアフターコロニー時代のターニングポイントになるよ。小隊長、戦いはサンクキングダムはどうなったのだ。崩壊したというのか。サンクキングダムが遅かったか。過去を見せられたか。ゼロシステムは殺しに来た者は殺せ。そういうのだな、ゼロ。いいだろう。純粋な戦士として貴様との因縁の戦い、今ここで決着をつけてやる。エピオン、お前はどうする。やはり決着をつけねばならんようだな、ヒーロー。遅い、遅いぞエピオン。ヤツの反応速度を超えろ。ウィングゼロ、私に勝利を見せてくれ。次で決まりだ。ゼクシー、まさかウィングゼロが。これはエピオン。ウィングゼロ撃破というか機能停止。エピオンの方も
大丈夫だよ、小隊長さん、木の姉さん。私たちの完璧な勝利だよ。この後のことはゼロに選ばれた二人に任せよう。そうか、これで二人のガンダムが入れ替わるのね。こういう時は臆病なくらいがちょうどいいのよね。これで全部のブレイクミッションの修正、トゥルーミッションの再登録が終了。このディレクトリのでしょ。ほら、次の階層に進めて。それが私の権限だと次のディレクトリに入れないみたいで、ユヌ姉さんとハラ君の協力を頼みたいなと。というわけで防壁破りプログラム G デモリッションインストール。壊す、すべて壊す、やってやる。ハロ、また勝手に。一体何を入れたの。私に防壁、ファイアウォールを解除する権限はないんだけど、今それに必要なデータをハロ君に入力したから、あとは犬姉さんが防壁破りプログラムを構築してくれればね。なんでこんなところまで来てクラッカーの真似事なんて。これでいいと思うんだけど、どう？ハロ、プログラム正常、勘弁しろ、サクラ。エクセレント、さすが犬姉さん。じゃあ防壁破りプログラムを走らせてみて。 G デモリッションスタート。エマージェンシー、エマージェンシー、ユノ、危険、ユノ。真っ赤、何が起きたの。ギディオンステーブルに侵入された。違う、別のフィールドに転送されたの。ようこそレディたち、そしてガンダムラトレイヤを退けたパイロット君。覚えてもらえたとは光栄だな、小隊長君。君の操縦はなかなかのものだった。私も覚えておこう。特にブーストの扱いは。好き勝手に喋らないで。一体この基地に何をしたの。不正アクセスを検知したのでね、ガベージスペースにお越しいただいたのだよ。ガベージコレクション、不要領域にこの施設のデータも転送した。サンクキングダムの時といい、何者なのあなたは。何を知っているの。私にはそれを答える権限は与えられていない。つまり私たちの敵ってことしかわからないと。ほう、お前が味方で私が敵。本当にそうならいいのだがな。これから先行型プログラムであるその基地を消去しようというのだから、現時点においては敵という表現が正しくはあるか。ではアップデートしたガンダムラトレイヤーの力見ていただこう。何もわからないまま消去されてたまるもんですか。小隊長、出撃お願い。
ガンダムラトレイヤーアップデート完了。カーメス・マーキュリー剣山。こいつらみんなやっちまえばいいんだろう。うん、プチプチ潰していけばそのうち終わる。出てきたか小隊長、楽しみにしていたよ。一つ答えてもらうわ赤メガネ。私や小隊長はこの G ユニバースを修正するために呼ばれた。それは間違いないのよね。私にはそれを答える権限は与えられていない。この空間を組んだってことはあなたもまたプログラマーなんでしょ。私たちより前に人格がデジタルデータ化された例ってあなたじゃないの？確かに機動も武装もサンクキングダムに戦った時とは別物。アップデートは済ませたと言ったろ。貴重なデータも手に入ったのでね。エイハブリアクターゼロシステムといった検証データだ。私たちがブレイク修正したミッションのデータじゃない。異なる歴史に存在するガンダムの機構。なるほど、やはりいい腕だ小隊長君。そうでなければ選ばれない。私たちを選んだのは管理システムってやつ。私にはそれを答える権限は与えられて。お、通信エロ。君たちが修正を進めればやつの計画が完成に。俺には止められ。ちょっとどうしたの？ヤツとは誰？それにあなたはどうして？私にはそれを答える権限は与えられていない。なん、ここまで私と渡り合うとは。やはり腕利きだな小隊長君。だがラトレイヤ、レディユノ、ヤツの計画を、俺の言ったことを忘れるな。待ちなさい、まだ聞きたいことが。ユノ姉さん、あいつのことは後回し。ガベージスペースが崩壊するよ。ユノ姉さんが組み直したプログラムを元にしてセキュリティホールをついて脱出するから。調べなきゃ。彼が何者で、ヤツとは誰なのか。うん、終わった。帰ったらご飯あるかな。次のディレクトリの特定ができた。小隊長さん、犬姉さん、行くよ。大丈夫。あ、どこかに捕まってた方がいい？データの移動だから別に必要ないけど、気持ち的に楽ならそれでオッケー。病は力、ユノ、病は力。あなたたち AI なのに曖昧すぎるのよ。そう、彼女たちは AI。 でもハーメス・マーキュリーはどうなの？ビリオンステーブル、全データの転送を完了。わかりやすく言うと、一階下に降りたってこと。ハーメス・マーキュリーからアドレスの追跡とかされてない？下手したら身動きが取れなく。ブレイクミッション発生、ブレイクミッション発生。さすがハロ先輩、早速働いてくれるね。その前にあの挙動不審メガネのことよ。実際に戦ってみて、小隊長はどう思った？
攻撃で傷を負ったからという感じじゃなかった。何かをこちらに伝えようとしていたような。答える権限はないの一点張りだったのに、確かに変だよね。そう、彼には不可解な点が多いの。その上で聞くけど、さくら、あなたは一体どちら側なの？ゆの姉さん、私は、あくまで私は味方のつもりだよ。これからどうする？犬姉さん、小隊長さん、私を信用してブレイク修正を続けていくか、それともハーメスやヤツっていう方を調べるか、私はどっちでもいいし協力するよ。そのために生まれたんだしね。小隊長、あなた子供の頃から困ると何でも私に丸投げして。それだけ犬姉さんを信用してるってことじゃない？私もしてほしいな。さくら、悪いやつ違う、信じてやれ。ユノ、小隊長も信じろ。小隊長、ハロック、いや、ハロ先輩。同じ AI 同士の共感ってやつかしら。さあ、じゃあ後輩のさくら、現状を説明して。ディレクトリが変わって何か違いがあるの？やるべきことは基本的には変わらないけど、さらなる歴史が出てくるし、ブレイクの度合いも大きなものが増えてきそうだね。さっきハロ君が検知したブレイクミッション、早速同時に3つも発生してるくらいだからね。ブレイクミッションが複数って、どんなミッションなの？修正方法は？落ち着いて犬姉さん、順番に説明するから、ちょっと場所を変えよう。さて、このディレクトリで見つかったブレイクミッションは3つ。また宇宙世紀以外の歴史が2つあるね。宇宙世紀以外って、ポストディザスターやアフターコロニーの時代みたいなもの？そういうこと。コズミックイラと西暦の歴史だね。残りの一つは宇宙世紀になるよ。ハロ君が検知してくれたのは以上。どれを選んでもらっても OK だよ。一つ目はコズミックイラの歴史。アラスカ基地に強襲機動特装艦アークエンジェルの支援に向かう。二つ目は西暦2300年代の歴史。不時着したソレスタルビーイングの母艦トレマイオス2、トレミーの救援よね。3つ目は宇宙世紀。私たちにとっては1ヶ月後の未来で、東南アジア戦線に参加してジオン公国軍の秘密基地を攻略する。ユノ正解。ユノ記憶力いい。犬姉さん、歴史のお勉強お疲れ様。じゃあ早速ブリッジに戻って、ハル君に詳細データをインストールしよう。先輩、用意はいいかな？ミッション用のパスコードを入力するよ。ハロー、逃げも隠れもしない。君がガンダムだ。また謎のデータをインストールされてるけど、最後はどうなっちゃうのかしら。私のハロー、ブレイクミッション登録完了。小隊長選べ。小隊長、させておきたいの。ハーメス・マーキュリーは敵か味方かわからない。ならさくら、あなたは？敵か味方か、味方か敵か。もしかして私疑われてる？あのキザ男ハーメス・マーキュリーは私たちのことを性質されたものと言った。さくらも最初の頃
私に選出って言葉を使った。あなたを作り出したっていう管理システム、ハーメスもそこの関係者なんじゃないの？申し訳ないんだけど、イル姉さん、答えはわからないなんだよね。データベース閲覧申請は通らないし、あの謎のガンダムとパイロットについてもアクセス禁止なんだよ。それって逆にデータが存在しないわけではないってことよね。見られないだけなんだから。そう言われるとそうだね。一つ言えるのは、私は姉さんたちの味方。その根拠は何？私はこの世界の崩壊を防ぐため、小隊長さんとイノ姉さんをサポートするよう生み出された AI だからだよ。ブレイク修正をしてもらわないと、いずれこの G ユニバそのものが成り立たなくなっちゃうから。そのためにあなたを送り込んだのはこの世界の管理システムよね。イエス、私はその手足、まあセキュリティソフトウェアってとこかな。じゃあハーメス、そしてガンダムラトレイヤは？ファイアウォール破りを検知したから私たちを排除しに来た。つまり彼もまた管理システム側のプログラムだから私を知ってるってこと？私の方は知らされてないよ。でもあの赤メガネバグってた。そこよ、小隊長も気づいてた通り、急にマイペースなあいつがおかしくなった時があった。余裕だったのにいきなり苦しみだした。あれ、なんか二重人格っぽかったような。その時に言っていた、ブレイク修正を進めればヤツの計画が完成するって言葉なんだけど。ヤツは誰だ？ヤツ誰のことだ？管理システムじゃないかってこと？でも私に何も指示がないのは変じゃない？それとも他に何かが G ユニバースに入り込んでいる？ユノ姉さんたち以外に。管理システムとヤツがイコールなのか別々の存在なのかによって話が変わってくるけど、信じていいのね、サクラ、ナビゲーターとしてのあなたを。宇宙世紀以外の歴史をまた知る必要があるのね。一つ目なんだ、サクラ。一つ目は CE、コズミックイラと呼ばれる歴史。当然そこでも戦争があるのよね、ガンダムが関わった。そう、遺伝子操作によって生まれた新人類コーディネーターと普通に出生したナチュラルとの間でね。遺伝子操作なんて普通は禁止されてることじゃないの？当然されてはいたんだけど、コズミックイラ15年にデザイナーベビーの製法、生成メカニズムが公開されちゃったんだよね。そんなことになれば自分の子孫には優れた存在でいてほしいと思うわよね。そういうこと。20年もすると極秘で生み出されたコーディネーターの人々が台頭してくるわけ。通常人より明らかに優れた新人類がね。なるほど、分かってきた。生物的に優れたものへの妬み、そして恐怖、それはたやすく戦争の火種になる。そこに至るまでは最初のコーディネーターの死とか疫病の蔓延とかいろいろと経緯があるんだけど、大枠としてはその通り。地球で迫害を受けたコーディネーターたちはスペースコロニー軍プラントへほとんどが移住、地球の理事国家から独立しようとするんだけど。やっぱりそうなるのね。ナチュラル側がそれを許さないとなったら、プラント側は政治結社ザフトを組織して地球側と交渉を重ねるんだけど、不運やテロが重なって頓挫。地球側は国際組織地球連合を設立して、コズミックイラ70年、戦争は始まってしまうんだよね。海戦なら、そこに出てくるのはガンダム。そう、地球連合が開発したガンダムが5機、中立頃に資源衛星ヘリオポリスに運び込まれたんだよ。この歴史でも5機のガンダム、まるでオペレーションメテオね。ただこのうち4機はザフト軍の作戦で奪われちゃうんだよ。でも1機は無事だった。それがコズミックイラの歴史でキーとなるガンダム？ガンダムというより
そのパイロットがかな。ヘリオポリスの工業カレッジに通っていたコーディネーターキラ・ヤマト君、16歳。友人たちを守るためガンダムに乗り込んで地球連合軍側の兵士として戦うことになっちゃう。その彼を支援するのが今回のブレイクミッションなの？それがね、彼は今 MIA になってるんだよ。ミッシングインアクション。作戦行動中の行方不明って軍じゃ死亡と変わらないんじゃ？大丈夫、ちゃんと生きてるから。だけど友人を守るために友人と戦い、戦いの中で友人を失うなんて戦争の繰り返しで、彼はどうしようもなく傷ついてる。なんてこと。16歳なんて私よりも年下なのに。今回確認できたミッションはキラ君が帰るべき場所をザフト軍から守ること。地球連合の本部アラスカ基地から脱出する強襲機動特装艦アークエンジル、この船が彼が帰るべき場所だよ。本部から脱出するってもうギリギリの状況なんじゃないの？ザフトの強襲作戦オペレーションスピットブレイクで地球連合はかなり劣勢なんだよね。一発逆転の策として基地にはサイクロプスが仕掛けられてる。どちらにせよアークエンジェルは大ピンチ。スピットブレイクにサイクロプス、詳しくは後で聞くけど、今は一番大事なことだけ。キラ・ヤマト君は戻ってくるのね？必ず新しい剣を持ってね。さくら、ブレイクミッション分析できた。西暦ユノ、西暦だユノ。ハロ先輩の言う通り、もう一つのミッションは西暦2312年の歴史だね。西暦って宇宙世紀以前に使われていた暦よね。つまり過去の時代ってこと？宇宙世紀に移行せず西暦がさらに260年くらい続いた歴史という感じかな。宇宙世紀と大きく違うのはエネルギー資源の解決を宇宙に求めなかった点だね。人口爆発が起きなかったのもあるけど。宇宙資源に頼らないって化石燃料の枯渇をどうやって解決したの？太陽光発電システムとそれを支える3本の高機動エレベーターだよ。太陽がある限りエネルギーには困らなくなったわけ。すごい技術だけど、そんな設備よほどの国力がないと維持なんてできないんじゃない？さすが鋭いね、ユノ姉さん。このシステムは3つの超大国軍によって独占されてるんだよ。アメリカを中心としたユニオン、中国を中心とした人格連こと人類革新連盟、最後はヨーロッパを中心としたアドバンスドヨーロピアンユニオン、略して AEU の3つだね。ゼロサムゲーム、ゼロサムゲーム。そうなるとシステムの恩恵を受けられるのは三大国軍とその同盟国くらい？仰せの通り、困窮した国には内戦やテロがあふれ、三大国は牽制の意味もあって軍備拡大が止まらなくなってもう冷戦状態。そして最後には各国でガンダムを作ってってパターンになっていくのね。なんなん、そうじゃないんだな。ガンダムがいるのは4年前に突如現れた施設武装組織ソレスタルビーイング。武力による戦争の根絶を掲げ、全戦争行為への武力介入を行う組織、ガンダムマイスター操る4機のガンダムでね。施設って誰かが個人的に作った組織？国家と戦えるほどの力があるとは思えないけど。その個人の話をしておかないとね。200年ほど前、一人の科学者がいたんだよ。その人の名はイオリア・シュヘンベルグ。軌道エレベーターと太陽光発電システムを提唱。量子コンピューターからガンダムの基礎理論まで、何から何まで作り上げた本物の天才。天才すぎない？この歴史の重要なところ全部一人で持ってってるじゃない。ソレスタルビーイングの活動も彼の計画によるものなんだよ。でもイオリアさんは200年前の人なんでしょ？
今は誰かに引き継がれてるってこと？正解。彼が建造した量子型演算処理システムベーダにイオリア計画がインプットされてるんだよね。西暦2300年代のソレスタデビーイングはそのベーダが推奨する計画案に従って作戦行動をしているってわけ。そもそも武力で戦争をやめさせるって、たった4機のモビルスーツでそんなことが可能なの？ガンダムの動力は GN ドライブ、通称太陽炉と呼ばれる半永久機関。その性能はそこらのモビルスーツの比じゃないよ。出た、半永久機関。ポストディザスター時代のエイハブリアクターといい、ガンダムって特別な機関を詰まれすぎでしょ。ガンダム、特別ガンダム、戦争の根絶できたのか、サクラ。脅威にはなり得たっていうのが正解かな。ガンダムを要するソレスタルビーイングを倒すため、三国軍は軍事同盟を締結したんだよ。その国連軍はガンダムとの戦いの後、平和維持と世界の統一のための組織、地球連邦平和維持軍として一つになった。それは結果的に冷戦を終わらせたってこと？ガンダムマイスターすごい。だけどその4年後の西暦2312年、戦乱の裏で糸を引いていたイノベーターが本格的に動き出しちゃう。さらなる国家の統合を名目に反政府勢力や主義思想を弾圧する軍隊、独立治安維持部隊アローズを組織してね。また新たな戦争の火種がって、イノベーターって何？強力な能量支配によって意思疎通や認識能力の拡大が可能な人間、進化した人類とも言われる存在。それは遺伝子操作によって先天的に優れた才能を持った人間ということでしょ？もしかしたら構成としては私も似た存在かも。イノベーター、正確にはイノベイドは、人格データを入力した人造人間なんだよね。人間の遺伝子をベースにして培養した肉体を持った生体端末ってとこかな。デジタルデータを物理的に存在させようと思ったらその器が必要になるか。でもそれを人類と呼んでいいのかしら。イノベード陣営は人間風情より優れた自分たちこそ進化した人類にふさわしいとしてイノベーターを名乗っているわけ。つまり人間自身が確信した本当の意味でのイノベーターはまだ現れてないんだよね。ややこしい。そもそもそのイノベーター論をぶち上げてイノベイドを作ったのは誰なのよ？ベーダだよ。だからイノベイドは能量支配でベーダとリンクして情報の送受信もできるんだよね。ベーダ、ソレスタルビーイングに指令。そして敵も作ったのか、ベーダ。そうよ、これじゃ自作自演になっちゃわない？イノベイドが本来想定されていた行動を取らなかったからとかいろいろあるんだけど、イオリア計画については私の権限だとなぜかデータベースの閲覧ができないんだよね。一応許可申請は出してるんだけど。肝心なところで、それ小隊長はいきなりそのイノベーターと戦うことになるの？まずは再結集したソレスタルビーイングの母艦プトレマイオス2、通称トレミーの援護。被弾して不時着しちゃってるんだよね。ソレスタルビーイング、いきなりピンチじゃない。場所はどこ？ちょっとデータに乱れがあって特定ができてないんだけど、この鉱山地帯だね。トレミーは修理中だから急がないと。データの乱れっていうのが気になるけど、ブレイク現象かじゃ仕方ないか。さて最後のブレイクミッションは、ハラ先輩よろしく。ユノ、宇宙世紀、宇宙世紀0079。また来たわね、私たちの歴史が。この前はアムロ総長さんと一緒に戦ったね。でも今回はホワイトベース隊は関係なくて、宇宙世紀0079、12月1日、東南アジア戦線の鉱山基地ラサン。
モビルアーマーを開発するジオン軍秘密基地だね。地球連邦軍極東方面軍機械化混成大隊、通称小島大隊所属の一小隊として出撃することになるよ。その小隊がブレイク現象と関係してるの？第 08MS 小隊、小隊長は指導天田少尉。間違いなく彼がキーマンになるよ。敵味方が分かり合うことによってでしか戦争は終わらないと、戦争そのものと戦った人。敵味方、ジオンと連邦がってことよね。お互いに分かり合うっていうのは、ってちょっと待って、ここまで聞き流しちゃったけど、一年戦争末期？12月って私たちがいたオデッサ作戦の先の話？シミュレーションデータだから必ずしもイヌ姉さんたちの未来とは言えないけどね。タイムパラドックスが起こらないよう G ユニバース側が調整するからご心配なく。シミュレーション上なら何が起こるか見てみたい気もするけど、宇宙世紀、私たちの時代か。どうしてこんなことになったのか、ブレイク現象から糸口がつかめればいいんだけど。